ベンギーの後段だラーマジーン東チャールキアーサとは、7世紀から11世紀にかけて、インド南東部のアーンドラ地方に存在した、ヒンドゥ王朝。首都はベンギー。東チャールキアーサの王によって建てられたクマーラ、ビーマラーマジーンバーダーミのチャールキアーサのプラケーシン2世によって、デカン東部のアーンドラ地方支配を任された王帝、ビシュヌバルダナイス星が、624年に、 ベンギーを首都に独立して東チャールキアアサを築いた。一方で、バーダーアミのチャールキアアサを倒した西部デカンのラーシュトラクータアサは、チャールキア家にとっては宿敵であり、ラーシュトラクータアサにとっては、ベンギーが東海岸へ進出し、さらに南下するための拠点となる要衝であり、国葬地帯であったことから、8世紀中頃以降から2世紀に渡って争うこととなった。 十世紀以来、王族間の争いで、王朝は一時中断したが、後に、蝶羅朝の偉大な王、ラージャラージャ一世の援助で、シャクティバルマン一世の時に再興した。一行、東チャールキア王家は、蝶羅朝の隕石となり、シャクティバルマン一世の弟、ビマラディティアが、蝶羅朝のラージェエンドラ一世の妹クンダバーと結婚し、その、息子ラージャラージャナレエンドラが、 ラージェンドラ一世の王女アマンガデービーと結婚するなど、両王朝は通婚関係を深めた。また、タミル地方の長羅朝にとっては、東チャールキア朝サと婚姻関係を結んだことで、北方への通路を確保するという意図もあった。だが、西部デカンの王朝である後期チャールキア朝サは、東チャールキア朝サの血縁関係にあることから、 その総主権を主張し、両者は激しく抗争することになった。1070年、長羅町の王位が空位になったことに伴い、ラージェ・エンドラ2世の娘婿だった、クロートゥンが1世が、長羅王も兼任することとなった。以後、東チャールキア王家は、長羅町と一体となり、1279年に、長羅町がパンディア・朝に滅ぼされるまで続くことになる。なお、 これにより、旧東チャールキア領は、長羅城の支配するところとなったが、後期、チャールキア蝶も東チャールキア朝と同様に、血縁関係があったことから、東チャールキア朝の領土を狙い、この地の支配権をめぐって、長い争いが始まることとなった。ありがとうございます。